おはようございます。塩見スキッパーズの東條です。さあ今日の動画、東條式のオリジナルハンバーガーのレシピ、あいつこいつどうやってレシピ考えてんだろうっていうのをね、動画に残して解説していきたいと思います。はい。俺のそのレシピの考え方とかハンバーガーの作り方の歴史って、マジスキッパーズのメニューの中にめちゃめちゃ反映されてて、スキッパーズ開く前ってなんかこんなハンバーガーが食べたいなっていうのが頭の中にあったわけよ。でそれが結局後の言うエッグチーズなんだけど、頭の中にはあるんだよ本当に。なんだけどそれが分かんないの、何技術がないから。食べ終わって飲み込んだ後にパンの香りだけすごいしてみたいなのをパン屋さんに説明するんだけど、分かんないじゃんパン屋さんだって。だからパン屋さんに説明できるように自分で作り出したので、いろんなことを試していく中でなんか自分でできるようになっちゃったなっていうのがスタートだった。このエッグチーズとダブルチーズっていうのが俺にとっての 1.0、まあ、スキッパーズにとっての 1.0 なんだよね。そのうちハンバーガー食べに来たお客さんの中にお肉食べたくてみたいな人が結構出てきたのよ。しかも結構それが聞こえてきたの、たくさんの量。だからお肉食べたくてハンバーガー食べに来る人いるんだろうと思って、ステーキでも焼肉でもなくてハンバーガーにあるお肉食べたい部分ってなんだろうと思って、そしたら多分かぶりつくことだと。このかぶりつくのステータスに全振りさせたハンバーガーを作ってみたらいいんじゃない。そしたらステーキと焼肉と差別化したお肉食べたいハンバーガーができるんじゃないかなと思って生まれたのが、今分かる通りの 2.0 なんだよね。これが口を汚してさ、無心でさ、喋ることも忘れて、とにかくかぶりついてぐしゃぐしゃになりながら食べるっていうのが 2.0。 例えるんであればセルセンの前のトランクスね。気だけ高めて体超でかくなって髪の毛も超伸びてさ、動きは超遅くなってさ、セルにボコボコにされたことあって、あんな感じ。お肉食べたいって思った人の限界もあそこなんだよね。だって 2.0 のパテダブルにしたところで 2.0 1枚でそんなに味は変わんねえもん。ってことはこれの逆転の発想もあるんじゃねえかなと思って生まれたのが 3.0 なの。コンセプトは何かっつったら、気だけ高めるってことなんだよ。ドラゴンボールで言うとベジータはあの時体でかくしないで気だけ高めてスピードを高くしてセルと戦ったんで、体だけでかくしたのが 2.0 で、この 2.0 の勢い、あの肉肉しい感じ、あの感じのまんま気を高めるにはどうしたらいいんだろうってなった時に、カルピスの話が出てくるの。あいつんちのカルピスはなんでうまかったんだろうってなったら、水分じゃなくて原液の量が多いからなんだよ。この 2.0 から 3.0 生まれる段階の時に味って薄まってんだってことに気づくの。まあ、例えばトマトから出てくる水、お肉の中にももちろん水分が入ってるし、パンの中にも水分が入ってる。この水分を限りなく抜いていくと味が濃縮されると。 2.0 がでかすぎるから、あれをもっとシンプルにスマートに食べたいんだって。食べるの疲れるハンバーガー嫌いだから、こんなの作っておきながら噛むの疲れるのとか、大口開けなきゃいけないとか、息切れするハンバーガー嫌いだから、なんかスマートに食べたかったな、あれを。でもこのぐらいのインパクトが欲しかったな。この発想から生まれたのが 3.0。 つまり 3.0 はマクドナルドでいうところのチーズバーガーじゃなくてハンバーガーみたいな、一番シンプルなやつだよね、スタンダードのやつなんでしょう、ではないんだよね。3番目の俺の進化なんだよね。 3.0 が生まれてちょっとしたぐらいのタイミングで俺世界大会行くんだよね。そうするとさ、アメリカのハンバーガーってでかいわけよ当時は。今違うんだけど、高さもあるし横もあるし味も濃いのよ。でそれが愛されているわけ。階級が違うわけ。俺60キロ級なのにもう全員無差別級みたいなところで戦っていかなきゃいけなかった。まあでもそれでもエッグチーズで戦っていって、全然なんか刺さってない感じがしたんだよね俺。それはなんか文化の違いなのと、求められてるものの違いをめっちゃ感じた。でかくて濃いやつを、これをこのまま日本に持ってくるわけにいかないじゃん。でもこれがワールドワイドで世界中の人がさ、やっぱ来る店を作りたいから、世界中の人たち相手にしたいわけよ。日本人が好む片手で収まりそうなサイズ感で、こいつらと戦っていくにはどうしたらいいんだろうなっていう中で、向こうの現地で思いついたのが 4.0 なんだよね。気を高めるのは水を抜いて味を濃くする以外にも、旨味っていう何かと何かの掛け合わせで美味しさ、旨味っていうのは跳ね上がるんだよね。味を濃くするだけじゃ到底ここにたどり着けないんだ。ただ相乗効果を使うと、見た目じゃなくてすごいちっちゃいルックスのまま抜くことができる。まさにドラゴンボール GT のスーパーサイジン4的な感じ。大猿から最後スマートな姿になるけど、気は一番でかい。昆布とかつお節でだし汁取ることで、まあ、旨味って言われてるのが日本にはよくずっとある。
でもイタリア人だったらさ、トマトとチーズで同じことやってるし、うまみって言葉をつけたのは日本人だけど、でも結局どの料理も世界中取ってみたらうまみ掛け合わせてるんですよ。具体的なレシピの作り方はこの後なんだけど、なんで俺が今こういう風にレシピ作ってるのかっていうストーリーが分かってた方が早いかなと思って、この3回の進化で今俺の頭の中は出来上がってる。じゃあこっからは具体的に俺がハンバーガーの新メニューを考えるときにどうやって考えていくのかっていうのを解説していくね。まずコンセプトから考えるよね。例えばお客さんが言いたくなるハンバーガーを作ろうとか、キャラメルベーコンチーズとかさ、まあ、シェイクツリーの CCC とかさ、名前の響き的にさ言ってみたくなるじゃん。コンセプトってこういうもんで、主となるもの、最近筋トレしてるからタンパク質だけのハンバーガーを作ってみようかなとか、なんで作ろうと思ったんですかって聞かれてホームランが打てるもの、なんでエッグチーズ作ろうと思ったんですかって聞かれたら、いやいや俺はこんなハンバーガーが食べたかったんですよ、こんな空間でこんな街でこんな音楽かけながらこんなスタッフに囲まれて食べたかったんですよ、それがスキッパーズっていうものなんですよって聞かれた時に答えになってんじゃん。でも何でもいいんだ、アボカド入れたいとかさ、ウインナー入れたいとかさ、それがコンセプトだから、別にそれは何でもいいね。大事なのはこっからで、コンセプトが決まった後どうするのか。ゼロ100、こことここを試す。バンズ作るぞってなったら小麦粉のこことここを試すのよ。小麦粉って水分のパーセントが決まってんの、小麦粉の種類によって。アリュータカブレンドが例えばラグ76から78入るんであれば、水を例えば 100% 入れてみる、あとはほぼ水入れない、例えば 10% か 20% で作る。そうするとゼロに近いとこんな食感になるんだ、あと 100% に近い、例えば90とか80とか入れすぎてしまうとこねられないんだというふうに、ゼロと100から埋めていく。そうすると上と下が見えてくるから、自転車でいうところのバイク倒れるのやだなやだな、この辺で倒れるかな、まだいけっかなまだいけっかなとかやっててもさ、いきなりこの倒れる境界線さえ知ってればギリギリのところまで攻められる。それと一緒で小麦粉もこのゼロと100のところから攻めていく。そうすると、あ、この辺がいいんだなっていう。新しいメニューを作るぞってなった時にはこっから考えなきゃダメ。超美味しい上下のパンを作る、これを紐解いていくと、パンは超美味しい小麦粉、超美味しい水、そして素晴らしい菌、バンズ、パティ、バンズ、これだけで100点が取れるところを目指しましょう。柳さんのマンチーズバーガーだってバンズにあのパティ挟んで食べただけでも絶対美味しいし、シェイクツリーのバンズだってあのパティ挟んで食べたらソースとかマヨネーズとか塗られてなくたって美味しいんだよ。特別なソースをかけてますとか、このソース使って100点の状態とベースが100点のやつだともう戦ってるリング全然違うから、うちはパイナップルが入ってますって言ったってもうどこも見当たらしくない。ただブラザーズが2000年に生まれた時っていうのはロットバーガーのパイナップルっていうのはめちゃめちゃ革新的だったと思う。ハンバーガーにパイナップル入ってるなんてっていう時代だから。でも今時代が違うから、ケチャップとマスタード以外の味付けって何かありますかみたいな、そういうのをさ、あとだ、コンセプトがないのにソースは選べないし、コンセプトが作ったらまずはベースとなるところから作んなきゃいけない。じゃあベースとなるクラウン、パティ、キールができました。まずできた土台からは味はもうちょっと濃縮させることができないのかなって考えて、この状態で美味しくて100点取れたとしても、こっからさらに水分を抜いていくと少しだけ味が濃くなるじゃん。そしたらもしかしたら100点が105点になるかもしれない。焼くっていうのはいろんな要因はあるけど、一番でっかいところを俺は水分を抜くことだと思ってるんだよね。牛肉もそう、水分を抜いて味を濃くしてひき肉のパティを作る。例えば塩を入れたら水分出てくるよね、塩糖圧の関係で。これ以上抜いたらパサパサになってしまう、これ以上抜いても別に大して変わらないっていう境地までたどり着いて、次に考えるのは 4.0 の分野、相乗効果の分野。ここで初めて具材何入れるかが出てくるの。業界としてもレベルが上がっちゃってるから、ハンバーガーのバンズとパテだけで100点取れるところまで、みんな美味しいバンズ持ってるし、みんな美味しいパティ作ってくる。こっから120点を現代は作んなきゃいけないけど、相乗効果を生んだりすることで100点のこの素材を150点とか200点とかに上げていくっていう発想なの。うまみって言われてるのはこの3つでできてんの。これが主であって、グルタミン酸×イノシン酸かグルタミン酸×グアニル酸でしかうまみの相乗効果は出てこない。イノシン酸×グアニル酸だと相乗効果はそんなに生まれない。 4.0 はまさにそうで、オニオンソースの中には昆布が入ってるでしょ、カツオも入ってるし、椎茸も入ってるし、貝柱、玉ねぎも入ってるし、この辺でオニオンソースを作っているんだけど、ブルーチーズのチーズにももちろん旨味成分が入ってる、あとトマトも入ってるんだけど、こういうあたりで掛け合わせていって相乗効果を生んで味を高めていこうで、かつ味が濃縮するのと一緒に
旨味も抽出した後は旨味の成分っていうのも濃縮できるんだよね。ここの 3.0 の気づきからトマトはドライトマトになってる。この話聞いて旨味成分表を見ながらオニオンソースのレシピを見ると多分すごい腹に落ちると思う。この数字っていうのは大まかな数字だから完璧な数字ではないんだよ。もちろん牛によって個体差はあるし、ただここに乗っかってる大まかな平均的な牛肉っていうのは 100g あたりにグルタミン酸の量は10、ロシン酸の量は80って言われてる。同じぐらいの割合にしておくとちょうど相乗効果が最大限発揮されるって言われてるから、あと 100g あたり 70g のグルタミン酸を足すことができるとパティ単体で見た時には最大限相乗効果を生んでくれて旨味が引き出せる。じゃあ 70g何か足してみようっていう発想になってくる。でもパテだけで食べるんじゃないよね。やっぱハンバーガーはバンズで食べるわけだから、じゃあ小麦粉の中には何が入ってるんだろう。バンズって紐解いてみたら小麦と水と、まあ砂糖が入って塩が入ってあと菌が入ってるよね。ここのバンズのテクスチャーの中にグルタミン酸をあと 70g 入れることができればバンズとパティの中では最大限旨味が発揮されるんじゃないかって考えていく。じゃあこの表を見て何か足すもの決めてみようかなと。でももちろんこれもまためんどくさい話で小麦粉にもいろいろ種類があるわけよ。日本の小麦粉だって多分もう生きてる間に買い切れないぐらい小麦粉の種類はあるし、小麦粉の中にじゃあグルタミン酸足そうかなとか、グルタミン酸が多いもので足そうかなみたいな。そこで俺が最初にやったのは何かって言ったら、海藻のところになんと羅臼昆布はグルタミン酸の量が3380も入ってる。これだってなって、 1g 入れたら38も取れるわけじゃん。 70g でいいんだ、 100g 取るには。じゃあこの水を昆布水に変えればいい。ただ並行して考えなきゃいけないのは味がすごいすごい関わってる。ここで見たら真昆布の方がグルタミン酸多いのに真昆布使ってないじゃん。なんでかって言ったら真昆布よりも理事昆布で取った出汁の方がうまいんだよ。味が旨味成分だけで見たらもう世の中なんて羅臼昆布以外の昆布はいらんじゃん。だけど食べるものだから旨味じゃなくて味のテクスチャーの方が大事。羅臼昆布の方が旨味的には多いけど、でもなんか食べ比べてみたら真昆布よりリジルより日高の方がうまいなとかさ。だけどグルタミン酸の量が少ないからこの観点からすると羅臼昆布の方がいいなって。でも羅臼昆布と日高昆布掛け合わせるとそんなに大して美味しくないなみたいな。だったら日高昆布だけの方がいいな。でも日高昆布だけで作ったら今度は原価がかかってくるよね。そしてやっぱ羅臼だよな。でも羅臼だけじゃ足んねえなってなって、あリジル入れるとちょうどいいところに落ちるな原価的にもっていう風に組んでいく。何もさっきみたいにパテだけバンズだけで考えなくても、ハンバーガーは積み重ねだから、例えばパティにさっきみたいに 70g 足りなくても 70g をトマトで使ってもいいし、マヨネーズの部分に何か入れることで使ってもいい。要は上から下までのトータルで旨味が相乗効果生まれてればいいんです。 JBC で例えようかね。今回のお題はさ、レッドチェダー以外のチーズを使ったハンバーガーを作るってなると、今回はコンセプトにこれを入れなきゃいけないから、バンズにパティ挟んで100点じゃなくて、バンズにパティとチーズの要因を別にパティの上じゃなくてどっかに入れた状態でまず100点を考えなきゃいけない。乳製品のところ見るとさ、エメンタールっていうのとグリュイエールっていう、この2つがやっぱり旨味は強いって言われてるね。じゃあ入れる食材は決まりました、次はどうするのって言ったら食感と味の話。ハンバーガーって味はベロから入るでしょ、香りは鼻から抜けるでしょ、あと食感は前歯から入るからさ。スキッパーズバーガーで言うとトリュフオイルはここに塗ってるよね。なんでかって言ったら香りだから、食べた時に上から鼻に抜けていくようにオイルだから。ここに塗ってたってさ、最後肉汁でトリュフオイルなくなっちゃうからね。パテもそうだよね、下はひき肉だけど上はダイスなのは備わってて、前歯がガンってかじりついた時に当たるのはステーキ肉、高温で焼くからここはちょっと焦げてるよね。焦げついてるのに前歯が当たるからカリッとしてるし、なんかステーキ食べてるみたいってなる。だけどそれに押しつぶされて下のこの部分、ひき肉は意外と俺筋も入れてるけど、牛筋ってさおでんにも入ってるようにさ味出んだよね。味って何って言ったら旨味が出んだよ。かじった時には食感がカリッとするんだけど、こっから先に肉汁が疲労を伝ってベロに伝わるようにこの2層構造になってるわけよ。味を入れやすくするためにヒールの下どの順番にしていこうかを考えていく、なんでそれをそこに入れるのか、そして食べてみて味の調整をしていく。でも味の調整、このトマトいらないなって、じゃあトマト抜く。でもトマトってどの部分に効果出してるのって言ったら、ここの部分のグルタミン酸で効果を発揮してるし、食べた時のみずみずしい酸味、水分、食感にも左右してるかもしれん。味的にトマト抜きたいけどな、でもこことここじゃ何で補おうかな。最初に机でこっちを考えてからこうこうって進んでいくんだよ。ちょっとここまで一回復習していこうかね。まずは 1.0、 これは土台だから、俺が食べたいもの、人って目の前に来ないと欲しいものが分かんないの。
誕生日プレゼント何欲しいって言われたら、別に何でもいいけどって言うけど、じゃあこれでいいって言われたらそれは嫌だってなる。だからどんなハンバーガーが食べたいですか、アンケートください、それ作りますよは、誕生日プレゼント何が欲しいって言ってるのと一緒なの。まずはこっちから作り出していかなきゃいけない。で、一番の原動力になるのは結局のところ自分が食べたい、いやいやお前に何て言われたって俺はこれが食べたいんだって尖ってる姿勢が人を引きつける。人って自分探しするの大変だから、こういうのが好きなんだって人に説明するのも大変なの。なんだけどアンドラ好きなんですよって言うと、ああなんとなくああいう系が好きなのねなってくるし、ホリエモンが好きなんですよって言ったらなんとなくそういうのが好きなんだなとかさ、俺こういうのが好きなんですよっていうのを表現してあげると、それ俺もいいと思ってます、私もいいと思ってますっていう風にお客さんがついてくる。で 2.0 で人からの意見の本質の部分っていうのを入れ込んでいく。フォードモーター創業者の言葉で、お客さんの言葉を真に受けてたらフォードは速い馬を調教してる会社になっていたっていう言葉があるように、速い馬が欲しい、でも速い馬を本当にそのまま作るんではない、胡椒がちょっと濃いですよって言われたから胡椒を抜くんじゃなくて、マヨネーズを濃くしてあげれば塩の割合は減るよね、感じ方が。うちの場合だと結構下の方に焦げた胡椒がいっぱい入ってるから、食べた時にベロに当たるの早いじゃん、下のクラウンマヨネーズオニオンが入って胡椒だから。でも胡椒強すぎたからってそのまますぐ胡椒パッて抜いていったら味おかしくなるじゃん。だいたいマヨネーズが少なくてちゃんとコーティングされてないから、ベロにダイレクトに胡椒が当たって人から胡椒が強いって言われることが多い。なんでマヨネーズ人に塗ってんのかって言ったら、あの胡椒をマイルドにするっていうのもめちゃめちゃあるからね。人からの意見じゃなくてその本質の部分もしっかり見抜いて入れていく。そして 3.0 が生まれた分野で、味は水分の調整によって濃縮することができると。水分の調整っていうのは焼くことだけじゃない、塩かけるとさ浸透圧の関係で水が出てくるじゃん、いらない水が中から。そしてもって 4.0 の分野で旨味や味の相乗効果を作っていくと。ここまで行って初めてじゃあ食感はどうするのか、で最後食べてみて味のチェックをしていくと。で味的に何かが足りないのであればどこが足りないんだろうって考えていくんだよね。相乗効果まで入れて、ここで食材をリストアップするでしょ、食感出して味出して、味が美味しくなかったらリストアップが違うのかもしれない。こういう風に作っていきます。難しすぎる？いや正直何かこの自分が食べたいものとか別に何も考えてなくて、もう買い物しながら考えてるぐらいすごく軽く考えてただけなんですけど、今まではもう全く分からない状態でこう進んでいこうとしてたん で、まあこういう今日の話聞けて、なんかこうしていったらいいんだなっていうか、なんかちょっとずつ分かったような気がしました。今日の動画はあくまで俺がどういう風にレシピを作ってるかの参考だから、何もこの通りにすることはないからね。でも俺は今までこうやってやってきたし、これから先もきっとこの延長線上でメニューを組んでいくから、それは一個なんかせっかくさ俺と出会って YouTube を見てくれたんであれば、それはなんか一個自分のインプットとして入れてくれたら何かの糧になるかもしれないから、一個の参考までにこうやって捉えてくれたら嬉しい。スキッパーズに来る際はこんな感じでね、ハンバーガーって作られてるんだなっていうのを体験してもらったらより楽しんでもらえると思いますし、世の中のハンバーガー屋さんで新メニュー何作ろうかな、 JBC で何作ろうかななんて悩んでる方たちは一個の参考にしてもらえたら嬉しいと思います。ただ届いたバンズ切ってるだけでいいの、届いたパテ焼いてるだけでいいの、出来合いのソースかけてるだけで、それで本当に修行になるの、来るお客さんさばいてるだけで、ハンバーガー屋さんできるの、人がいないところにお客さんを呼んでくれる、そんな技をさ一緒に考えようよ。塩見スキッパーズはあなたを待ってます。あとこういう考え方のもの元素材が入ってるから、軽い気持ちでトマト抜いたりマヨネーズ抜いたりすんじゃねえぞって、トッピングしたい気持ちはわかるけど、こっち100点満点のもん作ってんだからいじんじゃねえよ変にって、別にわかんないよね。